ようございます。すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけで今年から始まりますね。やっちゃいますか。やっちゃいますね。今年からですね、まあ宣言してたんですけど、ドル生ラジオ始まっちゃいますよ。やったね。やったね。これ僕らもね、初めての試みなんで、はい、ドキドキと不安と期待と何かかしらいろいろ言い混じってる気持ちなんですけどもね。はい、いやなんか絶対楽しくなると思うんですよね。いやきっと、うん、今年から、ね、1本目、はい、今月から1本目やりますけども、はいはい、1本目が1月の28日日曜日の10時から、はい、で今月から毎月最終日曜日になります、はいはい、10時からやってますので、こちらの方が僕のニコ生のね、コミュニティの方でやっております。はい、はい、たまさまコミュの方でやってますので、はいはい、こちらの方はですね、画像が静止画なんで、まあ、うん、音声だけお伝えする感じなんですけども、うん、あの後日 YouTube の方で映像をね、そうですね、配信されますんで、はいはい、でたまさまの方のコミュニティで配信する生放送のラジオの方は、うんうん、下の説明文にそうですね、はいはい、URL 貼っておくので、はい、そちらの方から見ていただければ、ぜひぜひ、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、そしてね、やっぱり大事なのが、ラジオで使うこのね、メアド。そうですね、はい、はい、メアドができましたんで、はい、はい、ブーちゃんの方から紹介お願いします。はい、メールアドレスは、はい、ドル生ラジオ @yahoo.co.jp、 ドル生ラジオ @yahoo.co.jp、 ドル生の、スペルは、はい、DORUNAMA でございますので、はい、はい、こちらの方にね、はい、ドル生ラジオ、はいはい、ドル生が DORUNAMA なんで、ね、はい、よろしくお願いいたします。本当にずっと待ってますね、僕たち、はいはいはい、あのこれドルの R か L か悩みちょいと思うんですけど、はい、R の方なんで、はいはい、でラジオつけてね、はい、RADIO つけて、はい、@yahoo.co.jp、はいはい、こちらまでよろしくお願いします。はい、はい、下の方にもね貼っとくんで、はい、たくさんの皆さんのね、はい、リクエストとか、うん、質問とか、僕らに対しての質問、うん、あとは、まあ、今後ゲストさんが、うんうん、来る予定にもなっておりますんで、はい、ゲストさんが来た時の、うん、質問だとか、はい、リクエストとか、はいはい、お待ちしております。そしてこれからね、はい、僕らあのコーナーも、はい、多分第1回目の放送でコーナーの方も紹介していこうかなと思ってますんで、はい、こちらの方のコーナーのね、はい、受け口にもなっておりますん で、 そうです、ね、こちらのドル生ラジオ @yahoo.co.jp の方に送っていただければ、はい、はい、いいと思います。そして、まあ、ラジオのやつもあるんですけどね、はい、今後こういう動画作ってくださいみたいな、そういうのも全然受け付けてるので、はいはい、いいと思うんですよね、はいはい、なんかこういう動画やってみてくださいみたいな、チャレンジ動画とか ね、はい、ね、うん、やってみたみたいなの全然やりますんで、はい、あの可能な限りはそうですね、挑戦させていただきます、はい、命の危険がなければやります。まあ、ということで、ラジオの方、はい、僕らも、ね、あの、はい、メールアドレスも作ったので、はい、こちらの方に皆さんの、はい、今回ですね、ラジオの受け口なんで、はいはい、ラジオの名前の方もつけていただければ、はい、送っていただく皆さんの名前をちょっとそれにも、実名じゃない、ね、よくあるラジオネームっていうのをね、ちょっとね、つけていただいて、はい、書いていただければ嬉しいなと思います、はい、ラジオネームなんとかさんのあれっていうね。そうですね、今後ラジオネームって呼ぶかどうかもわからないですよね。はい、そうだね、そうですね、まあ、いろいろ進化していくものですから、はい、いろいろちょっとこれからね、決めていきたい、そうですね、はい、皆さんと考えていきたいものもありますんで、うん、はい、やっていきましょう。はい、はい、で、ツイッターの方でもね、はい、あのハッシュタグカタカナでドルラジで、はい、検索すると出てくると思うんで、はい、そちらの方もよろしくお願いします。はい、そちらの方で皆さんがつぶやいているのも僕らも確認しながら対応していきます。はい、見て全部見落として拾えるものは拾っていきます。はい、はい、ぜひぜひいろんなご意見、ご感想、質問、内容、リクエストなどよろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、ドルラジよろしくお願いします。お願いします。